これから自転車で鈴鹿サーキット GT500 のタイムで走ってみせます。なんでトラック抜かれんだよ。500のタイムで走る自転車いかがでしたか？レジンカー乗りながら心拍数200弱で1時間以上走るスーパー GT のドライバー、本当にすごいです。私には無理ですけど、皆さんはそういったスーパーマン同士の戦いをぜひともこれからも期待してください。もうやらないよ。